はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。私が載った記事、月刊ウィル6月号をゲッツしました。編集部さんに送って、いただきました。河野太郎に訴えられている件ですね。6ページも割いていただいて、結構詳しくしていただいてありがとうございます。皆様よかったら、月刊ウィルさん6月号 Amazon その他でお買い求めください。書店売りもあるそうです。靴沢の記事載せたら売り上げ悪かったなんて言われるとちょっと、心外ですんで、皆様ご協力よろしくお願いします。法務大臣、外国人対応窓口の専門家を300人要請します。河野太郎がどっかから連れてきた元中国共産党員で、いまだに本名非公開のエリ・アルフィア議員、来てくれる外国人を使用しよって、海外でもあまり聞いたことがないです。画期的。早速中共の犬やってますね。世論です。よそがやっていないということは、やらない方がいいからやらないだけだぞ。何が画期的だよ。普通はやらんよ。始まったよ。ろくでもないやっちゃ。出た出た本性。当選する前から正体分かってた。外国人を増やして日本から日本人を追いやることが目的。スパイを議員にしてはいけない典型的な例。来てくれって頼んでないけど。前例がないことはやらない方がいいこと。日本にいる日本人を支援しろよ。 NHK がやたらこいつの名前を連呼して援護してた。帰化人を国会議員にするとこうなるわ。他国で聞いたことがないってことは、やらない方がいいってことすらわからないのか。画期的じゃなくて異常でしょう。アルフィアは10歳の時に日本に帰化した元中国人であります。未だに本名非公開、議員になっても。経歴はですね、日銀職員、国連職員、さぞかしですね、中国共産党のコネと援護をフル活用したんでしょうね。中国共産党のお気に入りじゃないとこうはならないよね。アルフィア父は中国ズブズブニトリの役員です。中国人だが帰化しているのかどうかはわからない。中国共産党の幹部クラスじゃないとニトリの役員になれないんじゃないですかね。ニトリ中国で商売やってますから、それの中国共産党の窓口役として役員待遇してんじゃないですかね。中共の犬の河野太郎とアルフィアの接点はジョージタウン大学。年代は違うが同校出身ということで、ジョージタウンの後輩なんですね。河野太郎のジョージタウン大学の後輩がアルフィア、河野かアルフィアのどちらかはですね、中国共産党スパイ名簿でジョージタウン大の出身のスパイおらんかなって探したんじゃないんですか。で、あ、いるいるアルフィアとかですね、あ、いるいる河野太郎っていうことで接触したんじゃないでしょうか。河野太郎が連れてきたアルフィアを情弱バカの茂木幹事長が承認。河野と一緒に応援演説にも入ってました。法務省がやるですね、窓口専門家300人の行き添えって、これ入管のことだと思うんですけどね。アルフィアが喜ぶような専門家じゃない気がするんですけどね。外国人支援どこもやってないじゃなくて、外国人支援を中国はやってない。アルフィアにとって外国イコール中国ですからね。どこもやってなくないよ。どこもやってないならやらない方がいいんだよ。画期的じゃなくて異常そのもの。NHK がアルフィアの名前を連呼して宣伝してるとは知りませんでした。テレビないんでね。河野太郎同様にですね、いずれ中共のスパイを大臣候補、あわよくば総理候補とかにしようとしてんですかね、 NHK はね。NHK その他テレビはエリ・アルフィアが何をやっても言っても叩かないと思う。今後、帰化一世の立候補禁止にしたい。帰化二世でも片親が日本人でなければ立候補禁止にすべき。つまり日本人の血が混じってない人はハーフでもクォーターでも何でも、禁止にすべき。純粋なその外国人は血統主義って言うんですけどね。アメリカ大統領候補はですね、3代前まで遡ってアメリカ人じゃないと立候補できませんからね。超個体の日本もそうすべきなんですよ。
日本人の血が混じんないと親戚と呼べない、彷彿中の岸田総理、マクロン大統領と首脳会談、現地時間5月2日ですから、だそうであります。自衛隊とフランス軍の相互接近協定 RAA を協議を開始すると発表。日本名は円滑化協定だって、相互接近協定、円滑化協定、締結すれば共同訓練のため相手国に軍隊を派遣する際の入国審査が免除される。武器と弾薬搬入手続きも簡素化される、イギリスとオーストラリアとはすでに締結済み、フィリピンとも協議中、これクワッド関係ですか。クワッド、読売新聞、中国を牽制する目的でってじゃじゃーんと書いてしまいました。世論です。網目が細かくなる対中包囲網、こんなに早く物事が進んでいくのはやはり今そこにある危機だからだろうな。安全保障は韓国抜きで頼む。イギリス、オーストラリアは分かるとして、フランスと組むのは意外な感じ。戦闘機開発が進めば、そのうちイタリアとも結ぶことになるはず。こうなると、スパイ防止法がますます必要だよな。フランスは太平洋にですね、ポリネシア諸島、ウォリス・フツナ島があるため、防衛のために太平洋にフランス軍が出張ってくることに問題は ありません。締結済みの、イギリス軍艦とオーストラリア軍艦はすでに乗組員名簿提出するだけで日本の港に入れるようになってんだって。武器弾薬入手も容易に、双方の軍が融通し合うんですかね。これ別に物品協定っていうのはあったと思いますけど、兵団協定っていう、もしくはイギリス、オーストラリア軍の求めに応じて増産を命令できるか、売れるとかね、共同訓練円滑化のためとは言ってるが、中国相手に一緒に戦うことを想定してのことだよね、どう考えてもね。これ、中共の犬の河野太郎とアルヒレにとっては面白くないニュースでしょうね。現在 GDP 1.6% になった、防衛予算なんですけれども、 2% になったら晴れて NATO 入りしますね。そうなったら NATO 加盟国全部と RAA、名簿提出だけで港入っていいよって結ぶようになるんだろうか。韓国は NATO 加盟国に入ってなかった、よかったわーと、アメリカに尻尾振り、中国に尻尾振りで全然信用できませんしね。財務省、厚労省、生活保護者が医療費無料なのはおかしい。今まで免除されてた国保税支払い義務化を検討開始だが、ほぼ確定の確定みたいであります。国保税払わないといけない、生活保護者も。国保税払うようになるのはいいですけど、自己負担分の3割を生活保護者が支払うかどうかはまだ不明ですね。3割だっつったって、すいません、咳が出ちゃいました。肺がんの手術をやってからたまに咳出るんですよね。自己負担分の3割を生活保護者が支払うかどうかはまだ未定、不明ですね。すごい重病で生活保護になってる人で高額医療費だったら3割といえども払いきんないなんてことも考えられますんでね。世論です。普通に働いてる人が医療費に困るって意味不明だし、実質賃金低下が止まらないから無敵の人アタックが増えるな。これによって病気ではないけど働けない人に回せる生活保護の予算も増えるな。病気ではないけど働けない人ってどういう人かな。目見えないとか、まあ目見えなくても展示とかで働いてる人もいるな。どういう人なんだろう。胃ろうと呼吸器つけて生かしてる医療に税金ドバドバやめなよ。今は胃ろうで延命するかしないかを本人や家族に事前に確認するよ。確認してそこまでやって生かしたくないっていう場合は断れるんですかね。パーケン購入医師会から反対されないの。医者はそもそもこの生活保護者無料制度に反対してる側、モンスター患者が問題になっとる。あとはね、生活保護者だと病院代ただなんで、何件も何件も病院はしごして薬がめてネットで売っちゃったりするんだって。そもそもなんで無料だったのか意味不明。文化的生活に必要最低額は変わらないんで、徴収する国保税分だけ生活費
あげるんでしょうね、多分ね。でないと、生活保護費減るばっかりで、これまでの自民党や政府の認識が、生活保護者イコール病人ってことだったんですよ。だから医療費無料にしてたんでしょうね。国保を払うようになるのは分かったんですけど、自己負担分の3割を生活保護者が払うようになるんでしょうか。ここを国が負担したら、今までの医療費無料と何にも変わらなくないか。議論はこれからってことですけど、発表する以上ですね、だいぶ煮詰まってんじゃないですかね、この制度もね。バイデン大統領、日本は排外主義で移民を受け入れない。うるせえわ、ボケてんのが、世論です。そりゃバイデンの先祖も移民だし、パレスチナ見たら無理、内政監視をすんなジジイ。インディアンで不法移民の白人はいつ出ていくの。言語も地形も受け入れに適していない。日本の分も頼むぜ。在日米軍受け入れてるじゃん。アメリカみたいになりたくないから。どんなに批判されても受け入れんな、治安悪くなるだけ。排外主義も認めるのが真の多様性と。現在のインディアン以外の人全員移民の子孫ですけどね。アメリカはトランプだってバイデンだって一番古くてたかだか248年前にやってきた移民の子孫であります。248年前っていうのはアメリカ独立宣言、建国っていう意味かな。すいません、また咳出ちゃいました。現在の日本人は縄文時代の日本人10万人、まあ、推定10万人が増えた結果なんですよ。約1000倍になった。歴史から国の成り立ちから全然違うんですよ、アメリカとはね。日本は移民が入らないと滅亡する国家でも困る国家でも何でもねえし、やっぱりね、頼ってて綺麗事言って責任取らない民主党のバイデンじゃダメですね。同盟国をこぎ下ろすってことの重大さも分かんないんだから重傷ですよね。在日シンガポール大使館参事官55歳、銭湯で男子を盗撮。参事官、幹部ですね。110番で駆けつけた警察の質問に対して約半年間に700枚取ったことを認める。署への同行は拒否し帰宅してしまった。シンガポール大使館、彼はすでに役職を離れました。これが首を刺すか帰国を刺すかは不明であります。世論です。あーって、外交官だと逮捕されないのマジで悪法。銭湯帰ってるけどみんな壁側に向かってスマホ使ってるわ。普通に使ってたらさすがに怪しいぞ。かなり前だけどスーパー銭湯でスマホ使ってたら注意受けたわ。不逮捕特権だろうけど、なんとも罪状がキモい。まあ本国でのキャリアは終了、失職もありじゃね。駅や銭湯で胸ポケットにスマホ入れてるのは高確率で盗撮してるから注意ね。シンガポール大使館は盗撮犯を守ります。盗撮でペルソナノングラータ、発展途上国と。不逮捕特権を持つ大使館関係者が犯罪を犯した場合はですね、外務省がシンガポールに抗議して本国での処罰を要求するというのが正式な手順みたいであります。銭湯脱衣所の監視カメラに証拠映像残したそうなんで言い逃れできませんね。大使館参事官といえばエリートだろうに性癖に勝てなかったのか。参事官から参事官になってしまいましたな。チラッ、これはですね、おっさんがですね、うまいこと言ってやった。で、ダジャレがなんか言った時に、ちゃんと気づいてくれてっかな、いう意味で、チラッとこう、見るという現象ですね。この3時間への処罰で、シンガポールの日本の見方がわかりますね。日本を軽く見てんだか、重く見てんだか、わかっちゃいますね。今日の単身です。日本輸出が好調。海外に渡った移植日は、行ったっきりで戻ってこないんで、リサイクル率が低下。一部メーカーでアルミ缶の切り替えが進むと。日本酒輸出が好調なのは何よりであります。欧米人に日本酒飲ませると、大概フルーティーって言うのはなぜなんだろうな。醸造酒で刺身に合うのは日本酒だけだそうなんで、寿司と一緒に世界制覇してほしいそうですね。赤ワインと一緒に刺身食うとすげえまずいんだって。どっちもまずくなるそうであります。あと米の需要が高まってですね、米の値段が上がってほしい。米農家が
悠々と生活していけるようにならない限り、過疎化は止まらないんじゃないかと考えております。つまり、地方に仕事がない、土建とか医療以外のめぼしい産業がない、サラダ油の代わりに米油なんていうのも積極的に使っていきたいですね。調べましたけれども 600g で468円とかそんなに高くありませんでした。皆様も米油いかがでしょうか。覚醒したイギリス政府、ルワンダは世界一安全な国と閣議決定。それまでは世界一危険な国って言ってたんですけど、手のひら返し。難民申請を却下された不法滞在者を捕まえてルワンダに送ることにするわ。立法化。ついにですね、不法滞在者の確保っていうか逮捕を開始しました。映像ではですね、トラックのあの荷台にバンバン入れてた。口だけじゃなかった。ルワンダに送られるのが嫌だったらですね、帰国するかよその国に移動するでしょうね。まあフランスとかドイツとかイタリアとかどこでもさ、実際に送還する人数は少なくてもごっそり不法滞在者が減りそう。ああ頭いいなあ。日本でもやったらいいんじゃないのこれ。英国政府がルワンダは世界一安全な国って保証してくれたんでーって言って、始めたら自主的にごっそり減るでしょ不法滞在者。これ日本もイギリスを見習え。ルワンダは世界一安全な国なんだからさ、いいでしょ楽園に送ってあげるからさっつってさ、言ったらルワンダが嫌って人は自分から出てくるでしょ。実際にね一人送還することで100倍1000倍の不法滞在者が自主的に日本から出てくれたら効果絶大ですよね。これね、これほんといいなーって私は思うんですけれども、やってくんねーかなー、せっかくイギリス政府がルワンダは世界一安全になって保証してくれたことですし、と思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからよろしくお願いします。デトックスジャパン。